猿が3匹。1つはカラカ。 元老に迷い込まれましたか。そして使命を持ち、ここを出たがっている。ああ、それならば屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば巫女様のお声がかかりましょうや。紫着物の猿は見る猿です。 目がよく遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。代々着物の猿は言う猿です。目も耳も 特に良いということはないのですが、人を見れば大騒ぎして猿たちは皆逃げてしまいます。あるいは人をからかっているのでしょうか。緑着物の猿は聞く猿です。耳がよく遠くまでよく聞こえ、 よく気がつく。尋常なら近づく前に音に気づかれ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。ああ、私は元老を出たいとは思いません。ここは大抵静かですし、 ある意味仏様の悟りに近しい。そんな風に感じるのです。ああ、そういえばかつてあなたと同じく使命ある者がおりました。しばらく猿たちを追いかけていたと思いますが、いつか静かになりました。 そなたが猿たちを捕まえられるよう願っていますよ。
それは叶わぬようです。目を閉じてください。奥の院にお会いいたします。